今日のトトリ出し動画です。メモ程度の原稿作成からアップロード完了まで30分。クオリティ圧縮50分の1。編集ポイント全くなしでお送りします。最近、PC の遠隔操作。まあ、真犯人が捕まったとされてます。あと、証拠も色々出てきたとされてます。でも、証拠ってなんか怪しいんですよね。例えば、私が地面に足跡をつけた。指紋をつけた。 その場合、もう指紋って全員違うから、称号すれば、ああ、これはそこに自閉がいた。靴足跡つけた。まあ、靴、いろいろ、あの、同じメーカーのもの履いてればわかりますけど、削れ具合とか、そういうので特徴がどんどん出てきます。その特徴が一致するから、靴の足跡も、ほぼそこに私がいた。そういうことが証明されます。でも、コンピューターのデータ、 例えば、ファイルでデータ作って、そこに置いた場合、果たして私が置いたのか、私が作ったのか、わからないんですよね。なぜかというと、デジタルデータだから、コピーしても、入力誰がしても、筆跡に相当する部分,部分が残らないんですよ。え動画、動画じゃない、静止画ファイルとして、筆跡、文字を書いて、それスキャンして、それ入れとけば、 まあ普通の文字と同じように、ああこれ、この文字、自閉が書いてただろう。っていうことで分かりますけど、いわゆる文字データとして入れた場合、そういう情報すべて失われてしまいます。同じ文章だったら私が書いても、他の人が書いても同じですね。佐藤のバカとかって、私が書いても、隣にいる近藤さんが書いても同じですね。分からないんですよ。 じゃあデジタル、デジタルデータって、その本当に書いた人を証明できないのか。そういうことないんですよね。あの、よく聞くあのデジタル署名。そういう仕組みを使えば、誰が作ったのかっていうのが、署名できるんですよ。最近の Windows インストール、ソフトをインストールするときに、署名がない場合、警告出ます。署名がないので怪しいです。 本当にインストールしますか本当に実行しますかじゃあ、署名のついてないソフトとかインストールしなければいいんじゃないか確かにそうですね。確かにそうなんですけど、世の中あるフリーソフトとか便利なソフト、ほとんど署名がないから、そういうものを使えなくなってしまいますね。まあ、ただ、それが一番いいところなんですよね。 あの、署名が、とにかく署名がついてないものは使わない。それで生活しても有名どころは使えますからね。マイクロソフトの IE とか Firefox とか Google Chrome とかは署名がついてますから使えます。まあ、それが平和策ですけど、やっぱりフリーソフトとか活用したい。でも署名がついてない。 怪しいそういう状態になってしまうんですよ。じゃあ、フリーソフトの作家、自分で署名すればいいんじゃないか。そう思われますけど、あの、署名、署名するための、あの、鍵って、有料結構高いお金で変わらないといけないんですよ。何万、6万とか、10万とかしますね。それ、そのき鍵の発行マイクロソフトとか、グーグルとか、 みたいなな大きな会社そういうところは受け付けてくれますけどあの一個人が発行してもらうにはちょっと敷居が高いものなんですよねで私考えるにはもうちょっと楽に発行できるような仕掛けを作るべきですね楽にしかも確実に例えば免許証を提示する免許証のコピーを送ってメールアドレスを一緒に送ると 送ってお金を払うとそれに対応した鍵が来るそ,その鍵を使って署名すればその免許証の持ち主が署名したものそういう風になりますねそうすると安心なんですよね確かに署名したものに悪さ遠隔ソフトとかのウイルスが入ってたら問題ありますけど署名があるということは誰が作ったか一発で分かってしまうんですよね だから、あの、悪いことをやってない人、そういう人に対しては、もう署名を発行するような仕組みを作ってもらいたいんですよね。あと、周りの認識として、署名が入ってないものは怪しいもの、署名が入ってないメッセージは怪しいもの。そういうふうに考えてもらう。そういう世の中が来てほしいなと思いますね。まあ、この電子署名という仕掛け、 暗号化っていうのは、データをパスワードなしで見れなくする。そういうところは知られてますけど、電子署名、そっちの方まだまだだと思いますけど、今、電子署名という技術あります。そのファイルが誰が作ったものかっていう証明できる、そういう技術があります。そういうことを知ることによって、この怪しい情報には飛びつかない。 あと、冤罪みたいな犯罪に巻き込まれない。そういうことができるのかな私はそう考えましたね。